い先の湧き水でラーツをする。さあ行くぞ。犬吠先の湧き水をゲットしました。はい、湧き水ゲット。ジョボクリーナリ神社に到着。おさて、ジョボクリーナに到着して、なかなかね、塗り終わったところってちょっと、あ、でも結構あれなんですね、ここら辺あたりはもう来てるね。あ、うなぎですね。うなぎもあります。これサンマかな。サンマだよね。うん。あ、ちゃんとね、ヒレがあります。はい。で、やっぱりメインはね、タイだよね。タイ。メインはタイだ。これ何なんだろうね。ウツボかな。あ、なんだろう。これは。うん。あ、でもね、なんだっけ。アナゴじゃねえか。多分。アナゴじゃないかな。お。テレビ朝日。おお、珍百景出たそうです。そうっすね。これちなみにさ、あそこにさ、あそこにバスケットコートがあるっていうのはどういうこと？うん。そうっすね。稲荷だから結構お稲荷さん、狐がいますね。いろいろと。ね。頼み事があるんですよ、やっぱり。あ、そう。そうなんですよ、これ足跡。なんだろうね、登るところが。いやでももう登れませんね、ここは。あジョボクリーナリ神社を出発します。どこでラーメン作ろうかな。銚子ドーバーラインを走ってます。広場を発見しました。海岸に到着しました。お疲れ様です。海岸近くの広場でラーメンを作ります。これでどうだ。うん、まあなんとか。はい、じゃあラーメン作り始めましょうか。はい、これが銚子の湧き水です。
入れる。そうなんですよ、不純物少ないんですよね。これはいいですわ。これで。もう冷たくはないね。見てください。本当不純物ないな。で、ちょっとしたキャベツ。ちょっとしたキャベツと動物も入ってる。玉ねぎね。今回のラーメンは北海道スープカレーラーメン。スープカレーラーメン、やったー。藤原製麺です。食卓に夢を。ということで今日のはね、カレースープカレーラーメンです。はい、麺を入れると、よいしょ。はい、あ、完成しました。グッド。こちらが北海道スープカレーラーメンです。麺は太くてよくスープに絡みますね。玉ねぎを入れて甘みを出しています。玉ねぎと麺を一緒に食べるのが好きです。早速出来上がったラーメンを食べましょう。カレーラーメンも美味しいんだよな。いただきます。いただきます。美味しい。スープカレーもいいな。天気のいい外で食べるのは最高です。海を見ながら食べるラーメンは最高だわ。遠くで波の音が聞こえる。美味しかったです。これから自宅に向かいます。まだ時間が早いですが、これで終了です。次はどこに行こうか楽しみですね。またどこかで湧き水ラーツーしよう。今回はこれで終わり。さようなら。